科学に対する偏見というのは昔から少なからずあったんだけども、童話対策事業が始まった1969年から、ブラックが組織犯罪、暴力団の温床となり、偏見が自己補強されてしまうという現象が起きました。ただこれはいつまでも続くものではありません。そのあたりをラムザイヤ先生が犯罪の統計推移から見ています。例えばね、このデータからわかる通り、1970年代、80年代というのはもう、日本はね、犯罪が多かったです。特に、1980年代、大阪でね、顕著に、脅迫、恐喝の摘発件数が多いんですね。で、それがね、どんどん減ってます。ここで減っていくのは、やっぱりね、暴力団対策法ができたからですね、このあたりに。そして、1990年代に行くにつれて減っていくわけです。ところがね、2001年、2002年、このあたり、2000年代初頭に、また増えてる時期があるんです。で、これについて、ラムザイヤーさんはどんな指摘をしてるかっていうと、この時に、今まで見逃してた、同和関係の犯罪を警察が取り締まったということです。では、2000年代初頭、何があったか。ラムザイヤー先生は具体的に一つ一つ事件を挙げてます。まず、浅田満、犯難の事件。これ、このチャンネル見てる人ならもうね、知ってる人が多いと思います。有名な事件です。お肉屋さん絡みの補助金詐欺ですね。知らない人はググってみてください。それが2004年。そして2005年、大阪府同和建設協会の造園業者の入札の不正事件。この頃ね、こういう同和関係のね、不正入札なんか摘発されてます。そして2006年にはね、芦原病院事件。これね、解放同盟の警官旗を掲げた病院が大阪の芦原橋駅の近くにあったんだけども、もう税金使ってね、もうむちゃくちゃやってたんですね。ついにこの病院破綻してしまいます。そして同じ年に大阪府の八尾市で、解放同盟の安中支部長が逮捕されます。容疑は恐喝ですね。なんかね、公共事業なんかに介入して、受注に成功した企業からお金を巻き上げてたんですね。よくね、人権は金になるっていうね、テロップとともに、なんかヤクザ風のおっちゃんが映ってる、なんかテレビのキャプチャーがあるけども、まああれです。これ、まあ地元では丸尾事件って言われてますね。捕まったのが丸尾勇だからです。そしてこれも同じ頃ですね、2006年前後に京都市の職員が覚醒剤、コカイン、シンナー、暴力行為、そういうハレンチな罪でどんどん逮捕されるっていうことがありました。全部で70人ぐらい処分されて、逮捕されたのもね、30人ぐらいって言われてますね。それもね、もう過去からの積み重ねで、もう1996年からずっとそういうことが繰り返されて、まあこの時にようやくそういうものがね、もうタブーじゃなくなったというか、まあいろいろね、政権の意向もあったんだろうけども、明るみになって、で、ついにはね、京都市の市長が背景にね、同和雇用というもので、その同和対策でいい加減な採用してたっていうふうにね、認めてしまったんですね。で、余談なんだけど、この時はね、なんかね、京都じゃ、市役所の売店でシャブ売ってるなんていうことはもう、まことしやかに噂されてましたにゃ。そしてこれも2006年、奈良市のね、ブラック解放同盟の古市支部長。これ、奈良市の職員だったんだけど、5年半の間に8日間しか勤務してないのに、満額給料もらってた。もう、仮病を使って休んでたんですね。で、この人がね、もう白いポルシェに乗ってたから、しかもね、中川って人だったから、ポルシェ中川事件というふうにね、知られてます。これもラムザイヤー先生が挙げてます。で、これはもうその不正受給だけじゃなくて、やっぱ、入札とか市の公共工事にも絡んで、それで恐喝でも捕まってるんですね。そして2006年にあった同和関係の犯罪で一番大きなもの、飛鳥会事件ですね。これ、ラムザイヤー先生も一番大きく取り上げてます。小西邦彦が大阪市から市営の駐車場の運営を委託されて、本来だったらね、ちゃんとこの収益があったら大阪市に入れないといけないのに、それを過少申告して自分の懐に入れて、で、100億円ぐらい稼いだっていうやつですね。
で、もう詳細にラムザイヤー先生書いてますね。童話住宅をまた貸しするわ。さらに自分のマンションに愛人を住まわせて、さらに運転手付きの臨海に乗って、まあ夜な夜なナイトクラブで豪遊して、で、娘にベンツを買って、で、さらには、まあ、注目すべきこととしては、山口組4代目の竹中正久が、射殺されたとき、その現場のマンションは、小西邦彦が持ってたものなんですね。もうこれでね、もう暴力団との関係がもう本当にあからさまなんですね。さて、これね、2006年にこれだけ犯罪が続発したっていうのはどういうことかっていうと、それはもう皆さんもう思うし、ラムザイヤー先生も思ってることなんだけども、特に小西邦彦について、これは警察が見せしめにしたと。でもまあ他の事件もそうだと思います。そんな偶然この年に重なるなんてことないわけで、当然それはトップというか、まあ国の意向があって、それで警察が見せしめにして、この時期に集中して取り締まったというのはそれは明らかです。ラムザイヤ・ロムの中では触れてないんだけども、実際ね、この時期ってね、同和関係の脱税の摘発がもう顕著に多かったりします。明らかに何か捜査当局の意図っていうのはこの時期にあるわけです。で、このね、2006年の直前、2003年に童話事業の終了というのがあったわけだけども、まあ、これでね、部落から犯罪がかなり排除されていくんですね。まあ、ラムザイヤーさんが一番言いたかったのはそこです。この時期に取り締まりが行われて、部落から組織犯罪がかなり排除されたということです。ここは大事なんです。では、なぜ部落が暴力団、組織犯罪の温床になったか。これについて、童話事業が部落の若年層が暴力団に入る動機を作ったということをラムダイヤーさんは言ってます。で、その具体的なその動機というものについて、ラムダイヤー先生は5つ具体的に挙げてます。1つ目は、建設関係ですね。童話対策の箱物を作れば、当然土建屋にお金が流れます。で、15兆円のね、童話事業の予算のうち、かなりの部分がこの建設関係に投入されてるんですね。で、ラブダイヤー先生、具体的な団体名挙げてます。大阪府童話建設協会。これは開放同盟系の企業の組合ですね。そこに入ってと優先的に受注ができるわけです。で、当然それはね、そこにマージンというものが発生して、本来だったら部落の企業にね、優先発注するっていう趣旨なんだけども、まあとにかく一般の企業でもお金を払えば、そういうお仲間になれるということで、それで解放同盟関係者が相当な利益を上げたっていうわけですね。こういう言い方すると、解放同盟自体が犯罪組織みたいに聞こえちゃうけど、でも論文全体通すとラムザイヤー先生はそういうふうに認識してる節があります。そしてね、ラムザイヤー先生、こんなことも書いてるんですね。山一戦争というのがね、1980年代にあったんだけども、これもね、実は童話対策事業からの巨額な収益配分をめぐる争いだったということを書いてます。二つ目は、土地転がしですね。具体的な事件としては、北九州土地転がし事件というのがありますね。このチャンネルの視聴者の人だったら知ってる人多いと思います。知らない人はググってみてください。つまりね、童話対策の施設を作るにあたって、当然その土地が必要なので、まあ事前にね、土地を買っといて、それを行政に高値で売りつけて儲けたっていう人がいるわけです。まあこれはね、北九州の例が有名なんだけども、実はそういうの全国であちこちであったんですね。3つ目は、脱税ですね。7項目の確認事項っていうのがあります。ラムザイヤー先生、よく調べてますね。しっかりそのこと書いてます。解放同盟系の企業組合からの申告については無条件で税務署は受け入れる。そして同和関係の事業には課税しないという密約が解放同盟と税務当局の間でなされたんですね。で、これは当然ね、法的根拠なくて違法なんだけども、税務署は受け入れてた。ただ、あまりやりすぎると、こう、東京パブコ事件というのがあって、摘発されてしまう例もあったということをラムザイヤー先生が書いてます。で、これがね、どれだけその犯罪組織、もとい解放同盟に利益をもたらしたかっていうと、だって税金がね、圧縮されるわけだから、当然そのお仲間に入りたいですよね、企業は。だから、そのお仲間に入った企業から税金が浮いた見返りとしてお金を受け取ってたっていうことですね。それは小西さんなんかもそういうことをやってた。
で、ここはね、ちょっと論文の外の話になるんだけども、まあ実際これ今でも続いてお金を受け取ってる人はいるみたいですにゃ。4番目が恐喝。これは端的に言えばエセ同和行為です。ヤクザが適当な同和団体をでっち上げて、まあ差別だって言って企業を脅してお金を取るという行為です。これね、宮崎学のコメントとして、1980年代半ばがこのエセ童話のピークで、暴力団にとってはね、この部落を使った恐喝っていうのは覚醒剤売るより儲かったっていうんですね。で、1989年に法務省がね、調査をしてるんだけども、なんとね、17.5%の企業がエセ童話行為にあったことがあるっていうんですね。で、特に一番激しかったのがやっぱり大阪近辺ですね。そして5つ目が地方自治体が提供する、まあ利権ですね。例えば、京都なんかで問題になった優先雇用。そして住宅関係ですね。住宅の建設のための助成だとか、あるいはその非常に安い公営住宅ですね。こういったものでも部落に対してお金がばらまかれたということです。童話事業について5つの利権について説明しましたが、これが何をもたらすかというと、1つは恨みです。一部の人が優遇されている。そしてそのために税金が浪費されている。当然、部落民に対して敵意が起きます。で、憤慨する人もいます。さらにそれに加えて暴力団が関係した事件が起こるので、部落民に対するネガティブなイメージが再生産され、拡大されていったというわけです。もう一つは、部落の中で若い人の教育に悪い影響を与えた。こうやって童話事業で簡単に儲けられるというふうになると、真面目に働かずに犯罪組織に入ろうという、そういう動機が生まれてしまう。そして京都なんかで問題になったみたいに優先雇用があると、もう大学に進学して一生懸命勉強するというのは馬鹿らしいということになってしまうわけです。だから、もう安易にね、勉強せずに、役所の兼業職なんかに入る人が増える一方で、本当にね、才能のある人はもう部落から離れていってしまうということになってしまったわけです。さて、ダムザイヤー先生はね、仮にもね、学者ですから、ただ自分の意見を一方的に言ってしまいじゃなくて、ちゃんとね、データからそれを裏付けようとしました。そのために使ったのがパネルデータ分析です。パネルデータっていうのは何かね、統計的な情報をこう時系列で並べたものなんだそうです。ラムザイヤー先生はパネルデータ分析に差分の差分法というのを組み合わせてます。差分の差分法というのは、何かある政策なり措置が行われた場合に、その措置が具体的にどのように影響をもたらしたかというのを研究するための手法です。差分の差分法の有名な実例としては、最低賃金の引き上げの研究というのがあります。ある時アメリカのニュージャージーで最低賃金が引き上げられた。そこで最低賃金を引き上げなかったペンシルベニアとの雇用統計の比較をするんですね。まず、ニュージャージーが最低賃金を上げる前の失業率を取ってみるわけですね。で、最低賃金を上げた後の失業率を取ってみるわけです。で、当然雇用統計って時間とともに変化するので、ニュージャージーでもペンシルベニアでも違う時期の数値を引き算すれば、当然差が出てくるわけです。で、まずこれで一つ差分が出ますね。で、さらに、このニュージャージーとペンシルベニアの差分をさらに刻みします。だから、差分の差分なわけです。すると、その結果出てくる数値というのは、ニュージャージーに関しては、最低賃金を上げてるわけだから、最低賃金を上げた効果というものが結果として出てくるはずです。で、ちなみにこの研究では、ほとんど差がなかったんですね。つまり、最低賃金を上げても失業率というのは変わらなかったと。ただその代わり、なんか労働生産性が上がったというような研究が出てて、あ、これは非常にわかりやすいということで、それで有名な研究なわけです。では、ラムザイヤー先生がこの差分の差分法を童話事業にどう適用したのかというと、先生が注目したのは人口移動と、あとは地価です。地面の価格。それが、部落民の多い地域とそうでない地域。まあ、これは言い換えれば、部落民の多いところは、童話事業が盛んだったはずです。
2つの地域で差分の差分を取れば、同和事業の影響で人の移動や地価の上昇はどうなってるかということがわかるわけです。まあ人口動態とかね、あとは地価というものは、これは別に普通に公表されてるデータが使えるわけです。具体的にはイースタットっていうサイトがあって、そこにね、政府のいろんな統計が集めてあります。これは堂々と手に入れられるものです。問題はブラック民がどれだけ多いとかね、どこで同和事業が盛んだっていうことですね。まあそこでラムザイヤー先生が使ったのが全国ブラック調査なわけです。で、さらには、解放同盟の支部一覧っていうものを使ってますよね。これ、解放同盟が活発な場所がわかりますからね。この後者の二つについては、まあ言ってみれば、まあそのね、公式にというよりは、まあ非公式な方法でラムザイヤー先生が手に入れたわけです。その結果何がわかったかというと、同和対策事業が終わってから、部落から人が離れていっている。そして一方、部落の地価が上がってるとラムザイヤー先生は主張してるんですね。この結果をどう解釈するか。これは同和対策事業が終わったことで、才覚のある部落民が部落から離れて一般社会へと溶け込んでいった。そして部落の地価が上がったということは、部落から犯罪組織が離れて、部落が魅力的なものになっていったということなんですね。さて皆さん、これ信じますか信じませんか？でもラムザイヤー線は確かに数値から優位にそういうものが見れると言っています。まあ大都市圏の部落を訪れると、そうかなと思うかもしれません。ぜひね、見にね、正直ね、統計は実はそんなに、詳しくないんです。だからね、ぜひね、こう、学識のある人、このラムザイヤー先生の論文、一番最後のね、数値を分析している部分も、ぜひ読んでみて、この、研究をしていただきたいと思います。にゃ。ミニのツイッターがありますにゃ。概要欄にリンクがあるから、ぜひフォローしてくださいにゃ。ハッカーミニ、漫画も公開してますにゃ。ミニが AI を作って、国際的陰謀に巻き込まれますにゃ。もし、いいねが3桁にあったら続きが読めますにゃ。ミミの YouTube チャンネルもよろしくにゃ。